はい、マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、ポケットモンスターソードパート3やっていきたいと思います。まだパート1、パート2見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということで、皆さん、ギャラドスマスオです。なんとですね、前回コイキングをゲットし、そしてもうすぐね、ギャラドスに進化させてしまい、もう滝の、もう鯉のぼりのようにね、出生してしまったギャラドスマスオです。はい、皆さん、今回はこちらでいきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、少し前回のおさらいをしていくと、これさ、色、あれかな？色落ちしちゃってるかもしれないな、グリーンバックで。前回ですね、ようやくスタジアムに挑めるようになって、ジムチャレンジっていうのに挑むことになって、そのジムチャレンジの開会式に向かうことになりました。ということで、早速ジムチャレンジ行きましょう。ジムチャレンジ屋さん、いよいよ開会式ですね。よろしければジムスタジアムまで私がご案内いたします。目にも止まらない速さでジムスタジアムまでお連れしますよ。到着。さあ、開会式ですよ。入りゃいいのかな？ちょっと、やっぱりギャラドスマスオ、色多分落ちてるからやめますわ。普通のマスオに変わります。はい、ギャラドスマスオ以上でした。よし、じゃあ開会式行きましょうか。マスオさんですね。ジムチャレンジではユニフォームを着用していただきます。そして開会式やジムチャレンジの始まり。そうです。あなたもユニフォームに着替えてください。おー、パンパンパラパン。お、これが俺のユニフォームか、29番。僕の誕生日が29日だからです。素晴らしいユニフォームがお似合いです。29の背番号と相まってとても凛々しく見えますね。それではいよいよジムチャレンジ開会式です。おお、だってまだこれでさ、優勝なんて無理でしょ。あ、ピカチュウいる、かわいい。なんかこの人さ、悪者に見える。レディース&ジェントルマン、私リーグ委員長のローズと申します。お集まりの皆さんもテレビでご覧の皆さんも本当にお待たせしましたね。いよいよガララ地方の祭典ジムチャレンジの始まりです。ジムチャレンジ、8人のジムリーダーに勝ち、8個のジムバッジを集めたすごいポケモントレーナーだけが最強のチャンピオンが待つチャンピオンカップに進めます。そういうことなんだ。それではジムリーダーの皆さん、姿をお見せください。いや、まだジムリーダーとかさ、戦ってすらないじゃんね、俺ね。よくわかんねえな。なんかやってないことある？大丈夫？お、かっこいい。これがジムリーダー？ファイティンガーファーマー草タイプのやろう。レイジングウェーブ水ポケモンの使い手ルリナ。いつまでも燃える男炎のベテランファイターカブ。ガラル空手の申し子格闘エキスパート斎藤。ファンタスティックシアターフェアリー使いのポプラ、おばあさんですな。ハードロッククラッシャー岩タイプマスターマクア。おー、ドラゴンストームトップジムリーダーキバナ。一人来ておりませんが、ガラル地方が誇るジムリーダーたちです。おお、でどうしろと、僕にどうしろと。お、いよいよ開会式、スタジアムの舞台へいざ。おー、いや、チャンピオンさ、推薦状この子にまだ無理でしょ。あ、これでいいのか。ポケモンスタジアムのコートに立ったぞ。うまく言えないけどワクワクとドキドキで震えてる。いよいよだ、ホップにマスを。いやあ、君たちがチャンピオンに推薦されたトレーナーですね。ようこそ、はじめまして、私、ローズと申します。ちょっと待って、すでにダイマックスバンドをお持ちなんだ。いいね、あなたたちは願い星に導かれたのですね。ちなみにダイマックスバンドを開発したのも私の素晴らしい会社なのですよ。今年のジムチャレンジは特に楽しくなりそうですね。いい、素晴らしい。ガラル地方が盛り上がりますね。ジムチャレンジはダイマックスを披露するにもいいチャンス。申し訳ないのですが、私急ぎの用事がありますのでね。皆さんごきげんよう。やっぱ悪者臭いな。委員長ご機嫌なら。いいか、2人ともまだスタートしたばかりだ。勝ち進むならポケモンだけでなくトレーナーである自分を鍛えろ。いいかマスオ、ジムチャレンジはジムに挑める順番が決まっているんだ。最初はターフタウン、そのため3番道路へ向かうぞ。おー、ガラル地方の8つのジムを巡りジムバッジを集めるイベントです。ジムバッジを手に入れるにはジムミッションをこなしジムリーダーに勝たなければなりません。早速向かうぞー。開会式って言っても別にそんなにあれだったね。ん ?3 番道路を通り抜けていきましょう。委員長からのプレゼントです。なんだプレゼント、素敵な響き。プレゼント、委員長素敵。失礼。プレゼントさせていただくのは空飛ぶタクシーです。一言で言えば空を飛ぶ。そう、空飛ぶタクシーに乗れば今まで行った場所にもあっという間にひと飛びです。空を飛ぶじゃないんだ。空飛ぶタクシーを使えば。へえ、ポケモンに覚えさせなくていいんだ。空飛ぶタクシーのマニュアルを X ボタンを押してメニューからタウンマップを選び次に目的地を選んでください。ただマスオさんの次の目的地はターフタウン。初めて行く場所は自分の足で向かってくださいね。3番道路って言ってたからちょっとタウンマップを見て3番道路がどこかってことですが左手ですね。応援してます。行ってくるぜー。ただ前回結構ポケモン強くできちゃった。なんだこれ、結構強くなっちゃってるから普通に勝てちゃうんじゃないか説。お、いいこと思いついたぞ。ここで俺と特訓しようぜ。いいよ。なんだこのよくわかんない特訓。ホッパウールを食い出した。で僕は結構強くしちゃってるからジムチャレンジでか進めるかお互いの力確かめ合うぞ。アッパーカッターで。育てるだけだったら今までよりさすごいこのゲーム楽になってんのかな。お、水 vs 水だ。よし噛みつく。イエーイ。あ、俺たちの本気エネルギー、ブルーあふれるウォーターパワー。弱え弱え。回復しきれないでしょ。よし噛みつく。イエーイ。普通にさ秀吉使ってたら一瞬で勝てたな。トレーニングになったのか。気を引き締めないとまずいぞ。もう友達から金巻き上げてばっかだな。さすが俺のライバルだな。お前の強さを認めてリーグカードを渡しておくぞ。イエーイ。今エンジンシティから始まる俺たちのジムチャレンジ。最初のジムリーダーは遠く離れた町にいるけど絶対に最後まで勝ち進んでチャンピオンに挑むぞ。ハロンタウンのホップが次のチャンピオンだぞ。ということでバイバイしちゃいましたね。はーい、行きましょう。なんだこれ、うん、大事なポケモンの HP が減ったら傷薬、毒を浴びたら毒消しだそうです。あ、なんかアイテムがある。イエーイ。あ、なんだこのポケモン、ちょ見てみたい。かわいいな。ヒメンカだって。へえ、この辺りのポケモンはレベル13、ちょっと上がったのかな。イエーイ。あ、みんなレベル上がりましたね。お、進化だ。ウソハチの様子が、ウソハチってウソッキーかなあ、やっぱそうだね。イエーイ、ウソッキーに進化した。いや、ウソッキーとかさ、金銀のさ、すごい重要ポケモンじゃないですか。よし、じゃあ進みましょう。あ、バレてしまった。あ、これでいいんだ。なんか楽ちんだな。ポケモンをちょっと入れ替えましょう。ちょっとマスオにしとこう、眠ってるから。あ、モンスターボールある。イエーイ、ヒールボールだって。またもや最初のあれは何かなあ。何こいつ。あ、消えちゃった。ああ、ああ、あー、ロコン。ロコン結構好きなんだよね。球根になるじゃん。球根が好きなんだよね。だからちょっとゲットしとこう。捕まえられるかな。イエーイ、ロコンを捕まえたぞ。よし、先へ進むか。あ、よっ、ジムチャレンジャー、開会式かっこよかったよ。あれ、ホップは先に行きました。いても立ってもいられないのか。やっぱ兄貴に追いつきたいんだね。そうだ、ちょっとだけ面白いことを教えてあげる。あそこに建物があるでしょ。ローズ委員長の会社なの。3番道路の先には鉱山があるんだけど、そこで掘り出した鉱石をエネルギーに変えているんだよ。つまりガラル地方のエネルギーも委員長が支えているわけ。よくわからない人だけどすごいんだよね、ローズ委員長。怪しい話に付き合ってくれた俺、穴抜けの紐をあげるね。あれだったっけ、洞窟とかから抜け出せるやつ。へえ、何度でも使えるんだ。便利だな、すごい。よーし、じゃあ町に向かいましょう。あったかー、走るよハム太郎。あ、これもジムチャレンジャーなのか。よし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 、モンスターボールゲット。いい傷薬ですな。で、こっちに行けばその次のジムチャレンジャーのところかな。やったー。よし、洞窟だ。ガラル鉱山。なんだこいつは。なんかいるな、こいつ。会ったことある気がする。あ、この人もこっち行くか。あれあれ、俺も、こっちでいいのか。道がわからん。3番、お、なんか発見。ロックブラスト、やったー。硬い岩石を相手に発射して。え、強そう。たださ、こういうのってさ、もったいなくて俺いつも使えないんだよね。スーパーボールだ。へえ、もうスーパーボールなんだ。まだ1個もさ、クリアしてないのにね、ジム。なんか右、もうどっちもどっちだな、これ。あ、ラッキー。あ、やった。怖い顔の技マシーン。怯えさせるか。シュッ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 。通り抜けるぜ。あ、変なやついる。これは無理だな。よーし、戦うぞ。先へ進みましょう。さすがなんかポケモンって感じだな、この戦わなきゃいけない。はい、速攻倒して厚底ブーツをゲットしました。足場に仕掛けられた。へー、PP エイド懐かしい。 PP エイドって俺の人生からもうさ、ワードとしてもう消えてたワードだわ。あ、出た、さっきの変なやつ。なんだ、ここに来るのですか。アドバイスをしてあげますけど、やめておいた方がいいよ。願い星を持つトレーナーは僕が痛めつけるからね。あなたはチャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーでしたよね。くだらないですよ。いいかい、チャンピオンよりもリーグ委員長が偉いですよね。つまり委員長に選ばれた僕の方がすごいのですよ。ではかわいそうなあなたに僕の強さを教えてあげますね。ライバル的なやつかな。ビートっていうらしいわ。ユニラ、何タイプなんだろうね。でもさ、なんかライバルが持ってるポケモンってさ、結局結構強い系なイメージだからさ、それなりに強いんじゃないかな。よえー、でも進化したら強くなるとかなのかな、このユニランって。あなたのポケモンにも見せ場ぐらい見せやってないとねと。ゴチム、なんだゴチムって。かわいい、なんか強くなりそう。効果抜群だ。いいなぁ、なんか見たことないポケモンってやっぱいいな。ミブリン、おや、僕としたことが、まあさっさと終わらせてくださいよ。危険予知、噛みつく効果あるのかな、このタイプ。ということで倒せて、なんか弱かったな。なるほど、いいんじゃないですか。こちらも本気ではありませんし。へえ、驚いた。少しはやるようですね。ですがあなたの戦い方きちんと記憶しておきますから、本戦では僕が勝ちますよ。それでは失礼しますよ。ここで集められる願い星は全て手に入れましたからね。なんかあれっぽいですね、あのフリーザ系だね。星の砂、よし行きましょうか。あ、今途中ってことか。4番目的地のところまでもうすぐだね。4番道路、お出かけポケモンセーターを勝手にしているものですということで、ラッキー。4番道路、ターフタウンまであとちょっとだ。ジムチャレンジャー、あそこか。ああ、ーなんかいる。なにこれ、なんかいるよ、野生の。ニャース、ニャースこんなになっちゃったの。めっちゃ凶悪じゃん。ニャースって可愛げがあったポケモンだったはずなのに、普通に怖いんだけど。なんかトトロみたいだし。イエーイ。この子、あ、なんだよなんだよなんだよ、トレーナーかよ。紛らわしい服着てんじゃないよ。むしろピカチュウよこしなさいよ、ピカチュウを。おら、いや強い。ピカ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 チュウか。よし、ということで勝ちましたので先に進んじゃいましょう。あ、イーブイの服を着てる子もいるし、ピカチュウのリアルな声がした気がする。あ、なんかあそこにレアなアイテムあるから欲しいな。うわー、やったー、ミサイルバリを手に入れた。わ、ピカチュウだー、リアルガチピカチュウいた。え、てかここピカチュウいるじゃん、普通に。ピカチュウだー。あれ、今ピカチュウいたな。やめろやめろやめろ、追いかけてくんじゃねえ。いや、ピカチュウいたんだよな。ピカチュウネストボール。あ、いた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 、やったー、いた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 、ピカチュウやったー、嬉しい。ピカチュウ見つけた。ピカチュウレベル14だったら体当たりでいけるかな。ちょっと怖いから、もうちょっと弱いポケモンにしよう。バケッチャにしよう。倒すことはないだろう。お、強いな。影打ち、おりゃいいですな。エレキボールかっこいい。まあこれでちょっと行ってみるか。あ、とか X ボタンでいけるのか。いけるかな。やっとやったー、ピカチュウ捕まえたー、嬉しい。ただピカチュウ変えるところないな、今のところ。嬉しいな。いいえ、間違えた。やったー、嬉しい。だからピカチュウの格好してたんだ。あ、わかった、ここ EV 出るんじゃね、もしかして。あいつ EV の格好してるってことは EV 出るんだよ、多分。さすがに出ないか、イーブイ。ちょっとなんか出ない気がしてきたから、先行こう。ウル、待ってくれよー、グメー。なになに、どうしたの。あら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 。ウルはマスオにぶつかり止まった。ジムトレーナーっていうか、トレーナーじゃ、ポケモンの体当たりを食らって大丈夫ですかね。おや、君はもしかしてジムチャレンジャーですよね。そうですよ、やっぱりそうですよね。開会式でお見かけしましたよ。僕は野郎と言います。草タイプのポケモンで戦うジムリーダーなんです。チャンピオンが推薦したというジムチャレンジャーの実力、ジムスタジアムで確かめますね。ジムならこの道路を抜けてもうちょい先ですから。ほら、ジムに帰ろうな。ジムチャレンジャーが待ってるぞ。うめえめえ。へえ。今のがね、最初のジムの敵ですね。いや、いないかなってやっぱ探しちゃうな。よし、ということでポケモンはターフタウンに着きました。見てみればマスオ、ターフタウンのポケモンスタジアム、その名もターフスタジアムだぞ。かっこいい。ジムリーダーの野郎さんも戻ってきたけど、ジムチャレンジャーがいっぱいだ。しばらく待つしかないぞ。そうだマスオ、ソニアが探していたぞ。お前に質問があるってよ。俺も聞かれたけど分かんなくて、確か丘に行けるはずだ。丘の場所だよな。タウンマップを見るといいぞ。犬はソニアのワンパチだ。こいつ道案内が得意だぞ。はい、ということで今回はこちらで終わりたいと思います。まあ開会式からね、ようやくね次の町に到着したというところなんですが、いよいよね次回あたりはおそらくねジムにチャレンジできるんじゃないかななんて思ってるんですが、はい、ぜひねまた次回も見ていただけたらなと思います。今回も皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。